ペットボトルを切って切り口を丸める方法をご紹介します。まず好みの高さに切った牛乳パックを用意します。対角線上に角を1センチほど落とします。そこに油性ペンをセットしてペットボトルを当てたらゆっくり回しながら一周します。こうすることで同じ高さのところに印をつけることができます。この印のところを切っていくわけですが、まずカッターをまっすぐ突き刺して穴を開けてください。硬いので気をつけてください。何箇所か入れておくといいです。そこからハサミを入れて線に沿ってペットボトルを切っていきます。線からずれないように慎重にゆっくり切るのがコツです。次にこの切り口を丸めていきます。アイロンを使うのが一般的ですが、ここではホットプレートを使っています。クッキングペーパーを敷いたらその上にペットボトルの切り口を押し当てます。温度はだいたい180度ぐらい。こうすることで、たくさん平たく作ることができます。丸いものだけでなく四角いものもできます。ペットボトルの厚さやホットプレートの温度によって丸まる時間が変わってきます。ここに飾り付けをしてペン立てなどを作ると切り口で怪我をすることがありません。